자, 점! 만점! 자, 이마! 야, 그랬어. 예, 嬉しいっすよ! 嬉しいっすよ! 이마 마리냐즈! 아, 日本にですね! 来ましたよ! 先輩, 先輩が 鈴木さん! 一郎さんですよ! 一郎さんが! 1戦目見に行って、 2戦目見に行ったんすよ 2戦目実は見に行ったんすけど ツイッターやってたね。ツイッターやってましたね。感動しました。感動しました、本当に。一郎さんだけですよ、走って、キャーってなるのって。一郎ぐらいしか知らないからね。いやー、まあでも、菊池雄星投手だって、結構にこやかに喋ってましたよ、なんか。ピッチャー陣と。だから菊池は走ったらキャーって言われない。言われないと思います。言われないことはないよ。いや、結構、間近で見るなら。なんか後輩面するなよ。何ですか？俺認めないよな。いや、怖いですよ。怖いとして。怖いですよ。本当に後輩か。怖いですよ。憧れて坊主でしたよ。いや、まあ、それでもいいっすよ、別に。そうでしょ。そうしといた方がいいよ。わかりました。一郎さんに合わせます。はい。で、この話で終わりか。いや、違うんですよ。リマしたレーザービームイチローが200本打った年にパリーグに移籍してるわけよ。だからデビューと俺がパリーグで出たのと一緒だったんだよ。とんでもないやつが出てきたなと思って。昨日レーザービームって言うけど、昔はあれカメラがパンしてるでしょ。そうですね、ちょっとグライボールみたいな感じで、あれ画面から消えなくて言ってたから、昔は。だからね、あれをレーザービームって言っちゃダメだよ。 いやでも、一郎さんはあれが4Cmでちゃんと握られなかったっていうふうにコメントの残してましたんで。まあそこまで細かく説明すんなよ。いや、だからやっぱり後輩としての義務なんですよ。先輩は立てなきゃね。あのコントロールはすごい。いや、そうです。ぴったりでしょね。サードも笑ってましたから。吸い込まれるように。笑ってたし、あのレゲエルだっけ。ゲレーロ。ゲレーロが手叩いて。はい、拍手してる。 すごかった。まあ見せてくれるよね。そうですね。で、なんかあのなんか番組テレビ番組でその、ちょっとあのあったのが、一郎さんと松井秀喜さんこう比べて、放送して、それに対してこう松井秀喜さんがちょっと言及したっていうのがニュースにも上がってたんですけど、比べる対象が全然違うよ。まあまあそうなんですよ。質が違うもん、選手のスタイルが違う。例えばスポーツカーとファミリーカーみたいな、まあ比べるか。 比べないですかね。やっぱそんな感じだよ。まあそうですね。野球だから知ってる人からしたらそこは比べないけど、みたいな感じですかね。いや、だからコメントにも松井を困ると思うよ。確かにそうですね。で、一郎だって比べられても仕方ない。そうですね。ちょっと愚問だよね。そうですね。そんな感じがするよ。別門で素晴らしいトップクラスだっていうことだよ。 田中さんって屋敷さんみたいなあれじゃないですもんね。そこ擦るな。好きっすね。いや、スポーツ、同じスポーツカーとしてね。スーパーが。この比べだったら分かるじゃないですか。確かにね。屋敷は確かにフェラーリだった。早かったよ。俺は、ベンツのAMGみたいな品があったから。ちょっとなんで？知りやすい。品を。いや、ファミリーカーにもなるよね。なるほど、なるほど。比べても仕方ない。 両方、両方とも素晴らしい選手なんだから。はい、そうですね。それがどっちを比べられてもさ、松井だって言いようがないよ。確かに。で、一郎だって聞いたって、松井のコメントは、まあ、そりゃそうだろうなっていうような感じだよ。何してんだって。で、俺が悪者になってる。いや、そんなこと言ってましょう。いや、何がどこ行くんだよ。いや、一緒に行きましょう、本当に。良さ、良さですから、それが。いや、別入れましょう。やっぱ次元の違うもんだよ。 比べちゃいけない。そうですね。比べると逆に失礼だという。うん。まあ一郎さんは山なりで投げてたっていうのを言ってました。違う違う。昔はもっと凄かった。あれで驚いてたらね、昔の映像を流したらもっと凄いから。確かに。だってセンターからレフトフライ取ったやつが東京ドームで。いや、日本ハム戦で。レモンスターそれは。バーンあったの。で、昔東京ドームの屋根が白かったわけ。だからデーゲームだと、外も白いから、 明るいからボールが消えるんだよ、白状態で。で、高橋デカっていう選手がいたんだけど、あだ名がデカ。で、レフトでこうやってやってんの。で、どう落ちた落ちたとか言ってた俺らが。だから横から一郎がピョンと取った。
どこにいたんだあいつみたいな半端ない守備範囲ですよ。いやすごい。いやだからテレビを見てて一郎持ち上げすぎ、はい、いいよすごい選手だよ、うんはい、たださ坂本のさライトフライ取ったぐらいでいやーすごいとかさ、はいいやあんな普通だからそこまでさ、まあ、プロレベルでいうところなんですね。イチローが聞いたら悲しむよ、まあまあ、いやこんなんで驚くなよあれホームランとか取ってる男だからまあそうですよね本当に レフトフライをセンターから取ったやつなんだあんなんで驚いてバーってやってたらダメ逆に俺イチローに対して失礼だと思う。持ち上げすぎんのもってことですか。持ち上げすぎんの歯抜けちゃうからみんなちょっともうそれは分からんですけど歯が浮いちゃう。いやだからあの山なりを見てあ一郎俺は一郎ああ年取ったなあまあまあまあそうですね45ですからね。 45であの遠投ができるかって言ったらできないよ。そうですね、できないんだけど、できないんだけど一郎なんて本当このカットマンが入って、はい、カットマンの高さでサードまで行ってたから、ね、ボールが全然沈まなかったっすよね。沈まない、まだ伸びてんじゃないかっていう僕を知ってるから、はい、あんなことで驚くなんてみんなもっとイチローすごかったんだよ、うん、そうですね。ただイチロー45になって、はい、もうみんなダメっていう風にあ年取ったなとか、はい、同じように感じてるかもわかんないけど、イチローはこっから45だったら45の野球を見つけてきそうな気がするんで、45の打ち方を、はいはい、だから俺はそれに期待をしたいです。それを見つけた時にああイチローやっぱすごいなお前って、うん、もう一度言いたい。なるほど。何回も言ってきてるんだけどこれまでにずっといや、ね、そのメジャーですからね。さあ守備打者取った、やっぱすごいわ、はいね、最多安打打った歴代1位の1シーズンのね262本か、262本、とんでもないですよ。これもあやっぱお前すごいと、はいね、3000も打ったすごいと、はい、4000も打ったすごいと、はいね、いや数々言ってきたけどさ、はい、だけど東京ドームでやってるプレーはやっぱ俺が知ってるイチローに関しては寂しい、うん、寂しいけどもこっからだよ、うん、45からの野球を見つけ出してもう一度すごいっていうことを言わせてほしい。なるほど、期待したいと思います。はい、頑張ってください、はい。